1948年、三村慎太郎10月1日昭和45年4月29日は日本の脚本家である。本名は岩井生、陶器入れ名の京都にかつて存在した脚本家集団、鳴田組に参加、映画史に名を残す。1897年10月1日、岡山市に生まれる。上京して明治大学に入学するも中退する。 1926年、小畜下下下も撮影所に入社する。小竹キネマが配給提携をしていた、キヌガ定之イのキヌ映画連盟に脚本を提供し、1927年、オリジナル脚本、道中スゴロクカゴで脚本家デビューする。1928年、東京、菅野町の河合映画製作者に移籍した、マキノプロダクションを退社して、 河合に来ていた、曽根純三監督の、東海道膝栗毛第一編地獄から這い上がった矢字、北、その弟子、鈴木桃作監督の、ジロ吉三ぬかさなどの杉教授主演作から始まって、脚本を量産し、2年間に21本が映画化、された。曽根とのタッグが多かった。1930年、牧野に、オリジナル脚本を2本提供、牧野正弘 久保田めよ共同監督作、運命戦場に踊る人々、滝沢エスケ監督作、南極に立つ女として公開された。同年、帝国キネマに入社、菊池博史原作の赤井白鳥や文治二郎正原作のマダム日本、中村村尾原作の嘆きのとなどを1931年までに手がけた。1932年には、前年に東亜キネマから、 当時撮影所を引き継いだ東活映画社でわずか半年余りで11本の脚本を量産し、同年9月の同社の解散に際して、元東亜キネマ当時撮影所長だった高村正次が東亜キネマを買収して設立した宝塚キネマ五室撮影所に移り、3本を書き、1933年には葉山淳之助の葉山映画連盟のために2本書いて、浪人のみとなる。 その頃、三村は、河合時代の仲間であった、脚本家の矢弘士や、監督の鈴木桃作、牧野で脚本を提供した、滝沢栄介らと同じ地域に住んでいた。そこを彼らは、近代以前の名称で、鳴滝村と呼んでいた。鳴滝村に集った、同世代の脚本家、藤井茂次、監督の稲垣博山中貞夫と、その助監督の萩原亮と共に、 1934年、脚本集団、ナルタキを結成、共同ペンネームを、梶原金八と命名した。同年11月29日に公開された、山中貞尾監督の、ガンタロ道は、三村にとっての、初めての陶器作品であったが、原案は、ナルタキで考えた。同年、三村は、日活渦政撮影所に入社する。 翌1935年になると映画界は謎の新進脚本家、梶原金八の話題で持ちきりとなった。それと同時に、この時期の三村は山中や稲垣の監督作に多く取り組み、荒井良平、池田富安の作品を手掛け、充実していた。1936年いっぱいで日活を退社する。1937年に三村が手掛けた人情史風船を取って、 山中監督は出生。翌年には戦死してしまうのでこれが一作となった。なるたき組もその役割を終えた。その後の三村は東方で脚本を書き続け、第二次世界大戦後の1947年には新東方の設立に参加した。1964年の稲垣監督のガラクタを最後に引退するまで、基本的には新東方に作品を提供し続けた。 1970年4月29日、死去、72歳を打つ、三村や成田組は、梶原金八仲間でよく旅行したが、あるところで三村を見た、旅館女中が、どこかでお見かけしたような、と言った。この時三村は、縫いもんの羽織に袴姿だったので、山中貞夫が、知らんのかこの人を、広沢虎蔵師匠だよと言うと急に待遇が良くなり、師匠、 師匠ともてはやされた。ところが悪いことはできず、虎蔵師匠の大ファンという宿の女中頭が、大喜びでやってきたためバレてしまった。それ以来三村は、師匠というあだ名になってしまった。オールバックに、丸眼鏡、無髭という風体で、いつもは服だった。稲垣博士によると、三村慎太郎の立証弁は、人の3倍も時間がかかったと言い,い、一緒にいてよく待たされた。 ある時東、銀座を寄って歩いていて、し、ちょっと待ってくれと三村が袴の裾をまくり出した。大抵なら、関東の連れ小便と一緒に並んでするところ、場所が場所だからと、稲垣はブラブラ歌舞伎座の方へ歩き出した。振り返ったが例によって、長小便は終わっていなかった。すると警官らしい人影が三村に近づくので慌てて、稲垣は駆け戻ったが、その時には、 警官は彼方に行き過ぎていた。稲垣が悪いのに見つかったなというと、三村は用を済ませて、スカーッとした顔つきで、やっぱりお江戸だね、いいとこあるよという、立ち証弁の現行犯だよと聞くと、つまり犬なら見逃してやろうという写楽である。自分の描くシナリオに対しては厳しかった。ある時三村は稲垣に監督は一度使った手でも役者が変わったり、 少し趣向を変えれば、虫返しができるけれど、シナリオ作家は同じセリフを二度は使えないといったことがあった。山中貞夫の死後には、個人を偲んで、山中会の発起人の一人になっている。弟子に、池宮昭一郎がいる。ありがとうございます。